んこんばんは、テルドンです。今日もしょこりもなくマリコレやってるんですけど、今日は赤、青、黄色、3つあるジャックポットで一番高い1000万円分当たりました。人生で2回目のジャックポットが2000万円オーバーで、閉店時間近いんで、早くジャラジャラ全部出し切って、アスキロ入れしましょうね。ジャックポットっていうとね、このルーレットが全部、当たりかってたそうじゃなくて、半分ぐらいが、クッパのマークついてる、ポケット、外れポケットなんですよ。だから確率が2分の1で外れなんですよね。で、20個あるうちの1個がジャックポットなんですけど、ダブルアップなんかしないよ。しないしない。ダブルアップっていうのは今ジャックポットが当たったんですけど、それをさらに倍増するか、2分の1の確率でクッパに入らなければダブルアップなんですけど、倍になるんですよ、メダルが。でも失敗するとゼロになっちゃうんでね、確かにそんなに多くを求めてないんで。いや、イエロージャックポット、ボールを集めずにダイレクトジャックポットインになってくるんでね、それでいきなり当たっちゃったって、いや嬉しいですね。ジャックポットが当たるとね、ドーンって暗くなるんですよ。これがいいですよね。私の脱力動画ブログのねカラーなんで、ぐちゃぐちゃ喋っちゃうんですけど、これです。私今まで、2週間ほど前にコンピラさん行く前の日に510枚のジャックポットが初めて当たって、ここからジャラジャラ出てくるのを体験したんですけどね、510枚でもここから出てくるってやっぱり違うんですよね。気持ちも違うし、やっぱりオチも違うんだと思うんですよ。マットバッタのこんなになってるの、これ預け入れ間に合うかなと思ったらいい感じで終わりましたね。閉店間際で預け入れに間に合うようにじゃなかった、エラーだ。再開しました。
なって、で、時間で出てるんですけど、今メダル補充してくれてますね。出たやつ、出たすぐ回収して、メダルの預け入れマシンがあと5分で閉まっちゃうので、随分と時間のない旅先のパタパタおばさんみたいな感じで、ジャックポットを楽しんでるわけなんですけど、非常に私らしいですね。こういうなんかもう、ジャックポットの後のこの山盛りの状態を整地したかった。この後の状態をね、整地って言うんですけど、整地、整える地面、あれやると結構、ジャラジャラ出てきて、気持ちがいいんですが、出てきてるとすぐ回収して、分かってますよ。早く出し切ってみたいな客ポット。すごいですよ。普通ね、2000万以上の客ポットって言ったら結構なめでたい枚数ですよ。もう私ジャラジャラ感味わいたかったのに、まあジャラジャラ感十分味わってますよ。このもっすりと握り上げた感じを楽しみたかったんですけど、できりましたね。無事出ました。マリオボールがちょっと残ってるんですけど、急いで行ってきますね。面白かったですね。さあ私まだ始めて間もないんで、ストック全然なかったんですけど、お預かりしました、預かり枚数は表示の通りです。今日600枚ぐらいしかなかったんですけど、一気に2000枚超えました。ジャックポットって大きいですね。やっぱりそのどこで枚数増やすかってジャックポットしかないですね。地道にっていうのはなかなか難しいものがあります、ね。